こんばんは。自己紹介お願いいたします。はい、桜井敦です。今井久志です。ご無沙汰しておりました。久しぶりです。久しぶりです。まあ、1987年のデビューですよね、はいはい、でもすごいビジュアルのパイオニアと言いますか。あっちゃんが笑ってますが、でもまあ爆竹をきっかけに数々のこうビジュアル系バンドが出現してきた。まあそうに、そういう風に言ってもらえますね。メンバーチェンジも一度もすることなく、まあ今日まで5人で来てる爆竹ですけども、最初やっぱりこうやってパーッとデビューすると割とつるっといなくなってしまう人も多いじゃないですか、うん、はい、そういうとこからまあ爆竹は全然滅びそうで滅びないなっていうそうですね、まあうん、その当時のビクターの人とかもすごくあのなんかこう見捨てずにいてくれたんで、人に助けられてはいます。ああそういう出会いというか、はい、ご縁も長く続いた一つの。そうですね、はい、なんかこう大敗的な、まあ、ロックというかスタンスで爆竹なんかデビューして、すごく自分たちが爆竹としてこれだけ長く一つのバンドで来るとは思ってましたか、当時とか。デビュー当時ですか、うん、どのくらいまで音楽やれればいいかなって思ってたのかなと思って。いや、デビュー当時は考えなかったですね。もう楽しい、嬉しいデビューできたことが。そうですね、まあ、とりあえずの目標がそこだったんで、でそれでまあ徐々に忙しくなっていって、めんどくさいなとかいろんなことがありつつそうですね、はい、そういう意味ではまあなんだろう、バンドとしての危機もあったわけですか、周りを取り巻く状況とかも含めて。いや、それはないです。ないかったと思います、はい。それやっぱり何が一番支えだったんですか。あれですね、支えというか、一人だったらやっぱり不安になる部分っていうのはいろいろ出てくると思うけど、バンドだと、うん、とりあえず5人いるんで。すごいね、はい、皆さんだって爆竹のメンバーは群馬県藤岡市出身。藤岡と高崎ですね。いつもなんか藤岡でまとめようとするんですけど、で中学、高校、あ、高校で一緒になったメンバーを中心に、まあ、その兄弟もいらっしゃいますしね。はい、リズム隊はご兄弟ですし。そうです。メインの年齢層っていうと今井さんと桜井さんが同い年、同級生、はい、でちょっと下にベースの樋口優太さん、一つ下に優太とヒデが、あ、ギターの星野さんがいて、で年長さんにお兄ちゃんがいらっしゃるという、はい、そういった仕組みで。だからもう付き合いとしたら何年ぐらいなんですか。30年超え、25周年だから高校生って16、17だから30年以上。まあ、あのユータとかはいつも言ってるのは、兄とはずっと生まれて一緒だってぼやいてますけどいや、それは兄弟だからねそうなんです、ぼやいてるんだ。ぼやいてる、なぜか、なぜか、なんで僕はずっと兄弟なんだろうってそういうじゃないまあそんなほのぼの感が爆竹のいいところでもあるのかなと思いますけど、あのステージのこう鋭さとは打って変わって、本当にオフステージは皆さんこうほんまかしたというか、あの、はい、和やかな皆さんで、うんって手なずいてらっしゃいますさて今日はですね、今井さんと桜井さんの2人に爆竹のこの25年の中でターニングポイントとなった3曲というのを選んでいただいております。なかなか微妙に悩みながら選んでいただきましたが、まず1曲目は、これはもうライブでもねかなりの確率で。そうですね、結構やってますね。アンコールとか多いですかね最近。
あ、そうですね、最近のアルバム狂った太陽、1991年の作品に入ってるスピードという曲を選んでいただきました。はい、これは桜井さん、さっき打ち合わせで言ってたのは一般的に言われるターニングポイント、まあ、あ、インタビューとかで、そうですね、よくそういう節目のことを、まあ、聞かれるんで、まあ、アルバムで言うとやっぱりどうしてもこのアルバムっていうのは自分の中でも本当のターニングであったし、バンドとしてもかなり姿勢が変わったと思います。そのバンドとして姿勢が変わったっていうのは具体的にどんな感じですか？初めてのエンジニアさんで、まあ、今もずっとやってもらってるんですけど、昼間さんとの出会いっていうのは、そうか、大きかったですね。昼間さんはここからなんですね。へえ、今ももうね、爆竹のご意見番として、もう第一声ですごく人柄っていうのが伺えて、うん、そんな細かいことを気にしなくていいんだみたいな風に言ってくれて公開だからねそっかそっか。で、まあ、ボーカルとしてもいろいろこうすごく日本語としてこう扱ってくれて、アクセントをつけてくれたりしてます。そうか、今井さんとしてはこの作品は、同じく俺もこのアルバムからそのレコーディングに向かう姿勢というのがもう自分でもあからさまに変わったなというか、それまでがなんだろうな、どこかこう人任せな部分っていうのがあったり、遠慮とか躊躇とかしてたり、で細かいなんだろう、ライブで再現できないことはやらない方がいいんじゃないかとか、バンドサウンド以外のものは取り入れちゃダメなんじゃないかとか結構とらわれてたのが、ここのその昼間さんとまあいろいろ打ち合わせしてる時にそれが結構あっさりと全くなくなって、なんかすごい自由に表現できるようになったっていう。なるほど、そこからね、爆竹サウンドはすごい変わっていきますよね。そうですね、いわゆる今おっしゃってたバンドサウンドっていうところからも解き離れる作品っていうのがこの後出てくるわけですけど、なるほど、そうだったんですね。声若いなとか思います？力んでるなっていう感じがします。私たち他人はなんか変わんないなって思うんですけど、やっぱ当時のレコーディングしてた時の状況を思えてるのかな。ええ、もう体がなんかあの時はこうだったなって覚えてますね。いやでもこれ本当名盤でしたね。ありがとうございます。もうすごい、ああジュピターとかいい曲いっぱい入ってたって思い出した方もいらっしゃると思います。爆竹節目の1曲その2、続いてはこれはどちらがリードで選んでいただいたんでしょうか？2人ですね。仲良く仲良く2005年のアルバム13回は月光、これもまたちょっとこう風合いとしては当時アルバム出た時はお、こう来たかみたいな、まあいわゆるデカダンスというか、そっちをもろコンセプトでやったっていうのがなかったんで、うん、そうですよね、なんかの弾みじゃないけどなんかこうそういう空気がなんかあったんで、うん、ど真ん中というか自分たちなりのデカダンスみたいなもののそういうテーマで、まるまる全部それでやるのも面白いかなと思って、こう爆竹の音楽っていうか居住まいとかも含めてすごく大敗とか、まあ、今日もデカダンスってつけてますけど、はい、そういうイメージはつけられてた割には実際はやってなかったんだよね。それ風な曲はあったと思うんですよ、まあ見た目とかそのステージングみたいなものとか、でもここまでっていうのは、うん、なかったなと思って、こうこのライブの時にすごいお客さんが若返ってるなって印象は自分は持ったんですけど。あ、そうですか。新しいリスナーの人すごいこう目についた大阪のライブでしたよそうだったっけ桜井さん。あ、そうですかそういうふうには考えてなかったし、見
見てもいなかったかな。桜井さん、個人的にこの13回は結構、はい、思い出は、個人的にはもう本当に好きな世界を思いっきりやれた。好きなものとやってるものはまた少しこう違ってもいたし、みんな今井さんとか秀のやりたいこともこう実験的なこともいろいろデビューからやってきて、一回好きなものやらせてもらったかなみたいな感じです。でもこれは本当にある種桜井敦っていうキャラクターがめちゃめちゃ似合う世界でしたね。やっぱりその見せて化けて、なんぼの感じのステージかなと思ったんで、ね、爆竹節目の一曲その3は2007年のアルバム天使のリボルバー、はい、曲はアリスインワンダーアンダーグラウンド。これももうライブでもだいぶおなじみになってきた。はい、そうです。どうなんですか、この曲書かれた時はどういうイメージで。アレンジっていうか、その曲自体はまあキャッチーなものというかポップなものっていうのって、詩の世界観みたいなところもそのサビの部分のここのアリス・イン・ワンダー・アンダーグラウンドっていうのがなんかこうポロッと勝手に出てきてしまったんで、そっち側にこう寄せていくというか、そこから膨らませていった詩です。今井さんも桜井さんももう数多くの作品を書かれてきてますが、はい、そういう割とポロッとこうこぼれてるやりみたいな一行とかっていうのは結構あるんですか。ありますね、こういう感じのは。もうそういうの来た時嬉しい。はい、嬉しいですよしみたいな家でちょっとガッツポーズしちゃうみたいな。もうそれでもうなんとかなるなっていう、なるなっていうでもかなりこう悩みますか、レコーディングはこの、25年間、そうですね、ずっと、まあ、レコーディングの間はずっと何か考えてるっていう感じですね。やっぱり桜井さんもそんなテンション、レコーディング中は。そうですね、もう寝ても覚めてもっていうと言い過ぎでもないぐらい、やっぱり気になって気になって、まあ、自分の場合はまあ歌詞だけで、あとまあスタジオ行って歌うって作業の繰り返しなんですけども、やっぱり最後の最後まで往生際悪く言ってます。やっぱりそれもデビュー25周年になってきて、だんだんと毎回のレコーディングでいわゆるスキルというかついてきて、はいはい、初期本当に最初の頃ってもう言われるがままで、どうしたいのかって言われてもどうしたいのかがわからなかったりとか、もう本当に最初の頃はレコーディングは嫌いでしたから。それよりやっぱりライブでやれることっていうのが主軸、はいはい、でもだんだんそこからすごくある種ね、レコーディングアーティストっていう部分も爆竹は大きくなってきましたよね。ですね。まあそこの何でしょう、両面を持てたっていうのがこれだけバンドが長く続いてこれた一つの理由だったのかな。あ、でもそれは、絶対にあると思います。まあ、いろんなやりたいことがずっと続いててこう出てくるっていうのが、そうですよね。